皆さんこんにちは。 LINE 公式アカウントチャンネルのつつみです。今日も引き続き安井さんをゲストにお招きしております。安井さんよろしくお願いします。安井さんが内製化研修のエキスパートというところで、はい、ちょっと内製化研修って何みたいなところをお伝えできればなと思います。で、 LINE 公式アカウント L ステップの内製化研修ってそもそもどんなことをやられるんですか？会社の中にお邪魔させていただきまして、 LINE 公式アカウントの操作からマーケティング的な考え方、あと配信などの企画っていうところもお手伝いさせていただきながら、そのスタッフさんができるようにお手伝いをさせていただくというのが内製化研修でございます。そうすると結構もう会社会社に一つ一つ合わせてこう研修をしていくっていう形ですね、はいはい、です。研修のちなみに期間ってどれぐらいになるんですか？大体2ヶ月から3ヶ月ぐらいですね。で、結構もうがっつり2ヶ月、はい、3ヶ月っていう長期スパンで会社の中に入っていって、まあ、そこで LINE 公式アカウントをまあ0から100まで使えるようにすると、はい、結構大変じゃないですか？結構大変です。具体的になんか大変エピソードみたいなのってありますか？はい、もうすぐに配信したいという方だったりとかすると、はい、何よりも今すぐ配信するためのこう基礎的な情報なしで、じゃあここをしてください、はい、ここをしてくださいって、はい、配信しますっていう感じですし、はい、あと課題としてじゃあ配信企画考えてきてくださいねってお願いしても、はい、皆さんご自分のお仕事が基本ありながらやっていただいてるので、うん、はい、お持ちにならないことが多々ございます、はい、その辺をお尻叩きながらやるのが仕事だと、はい、なかなかね一筋縄にはいかないですね。そうですね。実際こうプログラムを作るのもやっぱり一社一社ごとに違ってて、結構その組み立てもやっぱりご要望に応じて、じゃあすぐ配信したいタイプなのか、それともしっかり計画を練ってからこうやりたいタイプなのかにもこうご要望にもよるし、でもそのご要望がずれてたりするとそこも修正しないといけないから結構大変だったりしますよね。そうですね、はいはい、今までこう内製化研修をされた企業様の中で結構まあいろんな企業を担当されていると思うんですけれども、なんかこうフレンチレストランの例があったりしたかと思うので、フレンチレストランのこう内製化研修をされたちょっと事例をちょっと教えていただければ嬉しいです、はい、フレンチレストランさんのスタッフさんに操作からマーケティングの考え方などをお伝えさせていただいて、実際に配信もお手伝いさせていただいております、はい、具体的にはこうなんかどういう成果が出るのか、うん、もう分かりやすい数字的なところだと、はい、どういうものがあるんですか？そうですね、実際1ヶ月半くらいですかね、はい、お手伝いに入らせていただいて、もうこのコロナの中赤字になっていかれる飲食店さんってすごく多いと思うんですが、はい、なんと昨年から15万円も売上がプラスになっているんですね。15万円っていうと、まあ、その席数の規模感とかによりますけど、うん、結構すごいですよね、はい、そうですね。しかも席数が通常の半分に、はい、このコロナの関係でソーシャルディスタンスを取るために、はいはい、そうですよね、半分にされてらっしゃるんですよ。40席ぐらいあった、はい、レストランの席数が20席ぐらい。そうなんです。おー、それで売上がそもそも15万円プラス、めちゃくちゃすごいですね。すごいと思います。その売上を達成するためになんかそれこそいろんな施策やられたと思うんですけど、うん、はい、その中で最も効果的だったなっていうのは何かありますか？そうですね、これまで私たちがお手伝いさせていただく前はクーポンだけをポンと配信されていらっしゃいました、はい、それもランチのメニューとクーポンと、はい、その下にすぐにもう予約できるようなボタンをつけておいたんですね、はいはい、もうそれがやっぱり効果的だったのか、はい、すぐに電話をしてご予約いただくっていう数が増えました、はい、そもそもは月1回クーポンだけ配信だったので、うん、まあ、いまいちうまく使えてなかったところ、リッチメニューもついてなかったんですね。そうですね、はい、リッチメニューつけて予約するボタンを入れただけでそれでもどんどん予約が入って、はい、今結構もう予約で満員なんですね。そうなんです、もうお席がもうご予約でいっぱいになっております。なんか単価もめちゃくちゃ上がったって聞いたんですけど、はい、そうですね、お一人様単価ちょっとここの金額はね言えないんですけど、はい、プラスになっております、はい、結構な、はい、単価あったんですよね、はい、あとこう LINE 広告もこのフレンチレストラン使ってるよっていうところなんですけども、はい、LINE 広告のことを知りたい人って多分多いと思うんですね。でどれぐらいの予算をかけたらどのぐらいの友達人数が集まったとか、うん、ざっくりでも全然いいので教えていただけますか？はい、はい、今回のこのフレンチレストランさんに関してはご予算1万円をかけられました、うん、広告出してから6時間ほどでですね88名のお友達数が増えました、うん、まあ、いわゆる一人単価113円、はい、めちゃくちゃ安いですね。そうなんです。結構まあその何と比べるかにもよるんですけど、うんうん、Facebook とかインスタ広告って今一人当たり1000円とか2000円は全然普通だよって言われてる中で、113円っていうのはめちゃくちゃ安いですよ ね、はい、で実際まあそこから来店があったりっていうところなんですよね、はい、まあ、友達集めって飲食店に限らず結構どこの皆さんも知りたいと思うんですけれども、まあ、そういう広告をかける一方やっぱり声かけとかってめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、うん、はい、その辺もなんかこう施策いろいろやられたりしたんですか？そうですね、いや私たちがお手伝いに入るまでにはスタッフさんが一応声はかけていたと、うん、LINE 公式アカウントやってるんでやってくださいと、
まあ、ご年配の方も多くて LINE はやってるけど、まあ、今それはっていう方が多かったのを、はいはい、こう登録していただいた後のメリットっていうのをもうこのドリンクが無料になるんでよかったらっていうとこをしっかりお伝えをさせていただいて、はいはい、あと操作方法とかもお手伝いさせていただいたりとかして登録を促していきました。3倍ぐらい、そうですね、はい、はい、3倍になりました。なったんですよね、はい、実際しょぼい LINE 公式アカウントだと登録してっていうのもちょっとなんかハードルがあるけど、はい、実際内製化研修でゴリゴリに綺麗に作った LINE 公式アカウント登録してってなんかこうね、あの不細工だったら自分に自信がない、イケメンだったら自分に自信があると、なんかこんな感じがあのこれ笑い見てるって、うん、LINE ポイントなんで皆さん笑ってください、はいはい、ちょっと滑ったかもしれないですけど LINE 公式アカウントがちゃんと作られてるからこそ声かけしやすいっていうところもありますよ、ね、そうですね、安井さんが実際に声かけの仕方から指導されてっていうところなんですね、はいはい、他にもなんかこう、まあ、飲食店とはまあ全然違うジャンルでもいいんですけれども、はい、こう配信を例えばしていてこんな反応率上がったよとかこれぐらい反響があってびっくりしたみたいな事例もあったりしますか、はい、YouTuber さん の, あの内製化研修をちょっとお手伝いさせていただいているんですけども、はい、今まだ1ヶ月ちょっとなんですね、はい、実は配信の計画なども一緒にお手伝いしているんですが、はい、配信2回目で、はい、アンケートを取っていったんですね、はい、まあ、これ裏目標としては、はい、今後の配信にセグメント配信、こう送り分けをしたいっていうところを裏目標がありまして、で、あのぜひアンケートに興味があるものだけでもいいんで答えてくださいねっていう形で動画を添えてアンケートを配信しました、はい、これ回答率聞いてください、はいはい、14.2%、 はい、僕はめちゃくちゃ凄さが分かるんですこれ多分あのカメラの前の方には伝わっていないところですよね、はいはい、100人友達がいて14人ですか、なんと1万人超えてますなんかやらせっぽいです、多くの声で言えないので、はい、1万人登録者がいらっしゃって大体こう1400人とか1500人とか、そうなんです、はい、すごいですね、普通に 10% クリックされたらいいところを、うん、そもそもクリックが多分 30% とかで、はい、回答が 14.5% っていうのは、うん、それはなんか秘訣とかってあるんですか、アンケート自体を簡単にすることと、うん、あとアンケートを始める前の段階で何分ぐらい、もういわゆる30秒ぐらいで終わりますよっていうのをしっかり明記しています、はい、あと今回の方は YouTuber でもあったので、はい、動画でぜひ協力してくださいね、あなたのためにやってますよっていう形で配信をしているっていうのが今回のミスだったかなと思います。すごいですよね、やっぱ1万人ぐらい登録者いるとクリック率普通に 3% とか 5% ぐらいでも、うん、まあ、全然普通だよねぐらいのところが、うん、回答がそもそも14%、 そうですね、すごいですね。これも安井さんもいろいろ内線化研修やられてる賜物で、配信2発目からそれだけの成果を出されてるのは本当にすごいところかなと思いますね。実際まあ内製化研修を検討されている企業さんも最近すごく多いじゃないですか、はい、で例えばいろいろサービスがあって、普通に月次コンサルもあれば、うん、配信代行全部うちで巻き取ってやるよっていうパターンもあれば、うん、今回のような内製化研修もあるんですけど、それぞれなんか違いとかメリットみたいなのって何かありますか、うん、そうですね、 LINE 公式アカウントはやりたいけども構築をお願いする、うん、もう全部任せるっていうほどの予算はないよっていう企業様だったりとか、はい、まあ、かといって自分たちで全部やりますっていうのもなかなかこう技術的に難しいな、知識的に難しいなっていうところ、はい、この間の方々にぜひお勧めしたいなと思ってます、はい、社内の方でしっかり知識を持って配信も操作もできる方を作り上げるので、はい、これ資産になると思うんですね、うん、もうずっと LINE 公式アカウントのことはもうマスターした人が社内にいるってかなりの資産だと思うので、はい、ここがおすすめのポイントかなとは思います。そうですね、正味なんか100万で L ステップ作ってくださいって言っても、その担当者が全部100点満点の知識がつくかっていうとそうではないけれども、じゃあ同じくらいの予算であれば内製化研修にそれを回して担当者がもうゼロから120まで知識を踏まあのつけていって、なおかつその人と一緒に伴走して L ステップも作っていくので、なんか一石二鳥みたいな感じになるんですかね、うん、そうですね。じゃあ最後にこう内製化研修をこう検討されている企業様もたくさんいると思うんですけど、はい、どんな企業におすすめかっていうところで、うん、あのお伝えしてください、はい、ありがとうございます。あのどんな企業にというか、もうまさに L ステップ LINE 公式アカウントやりたいけども予算そんなにかけれないなという方々だったりとか、あと自分たちでやるにはやっぱりハードルが高いよね、なんかちょっと教えてよのぐらいの方々でももちろんいいと思うんですけども、はい、その間のそうですね、社内にまさにプロを作るというのが内製化研修となるので、うん、はい、これはぜひ L ステップを使ってうまくやっていきたいなという企業様におすすめですので、はい、ぜひご検討いただければと思います。はい、ありがとうございます。では内製化研修に関してはもう安井さんがエキスパートですので、はいはい、内製化研修にご興味がある方は概要欄から安井氏名でどうぞよろしくお願いします。で本日は安井さんありがとうございました。ありがとうございました。